ここからはよくある質問にお答えしていきます。できるだけ早くリハビリを始めたいです。いつから来られますか？こちらのサービスは保険外サービスで手続きが簡単なので問い合わせ翌日から開始というケースもあります。曜日や時間の希望はできますか？土日も営業していますか？ご希望の曜日や時間帯などのご都合をお聞かせください。空き状況をお伝えしながら日程の調整をさせていただきます。訪問リハビリの営業日は月曜日から金曜日、祝祭日を含むとなっております。どんなリハビリをしてくれますか？リハビリの効果はあるでしょうか？リハビリテーション病院の勤務経験のある経験豊富なスタッフが当社独自の専門的な研修を受けて後遺症の改善に向けたリハビリを提供していきます。効果の期待できるサービスの提供に最大限努めますが、個人の症状に応じ個体差がありますので必ずしも効果を保証するものではございません。予後予測についてはまずは一度ご利用ください。どのくらいリハビリを実施すると良いでしょうか？週5日とかもできますか？通所型施設利用者に対する当社の調べでは、週2回以上の専門家によるパーソナルサポートに加えて、毎日ご自身の課題に合った自主練習をしていただくと高い改善率が出ております。訪問リハビリについても、週2回程度の利用と保険内サービスも併用しつつ、週3日以上のリハビリで改善しやすい傾向があります。週5日については、予約の空き状況による部分が大きいですが、保険制度のような制限はありませんので、週5日などのご希望についても遠慮なくお聞かせいただけましたらと思います。施設への訪問もしてもらえますか？自宅以外への訪問もしていただけますか？施設への確認は必要ですが、住宅型有料老人ホームや介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などに入居されている方にもご利用いただいております。外部の訪問サービスの受け入れが可能ということをご確認いただいた後にお問い合わせください。高齢者施設以外にも、勤務先の会社や滞在先のホテルなどへの訪問実績もございます。予約の変更やキャンセルには代金がかかりますか？予約の変更やキャンセルについては、前日までにご連絡をいただけましたら幸いですが、当日の予約時間の1時間前までにご連絡をいただいた場合はキャンセル料はかからない形となっております。当日到着直前のキャンセルや到着後に体調不良などによりリハビリが中止となる場合はキャンセル料として交通費のみいただきますのでご注意ください。気難しい人ですが丁寧に対応していただけますか？リハビリテーション病院での勤務経験者に対して接遇の研修も行ったスタッフがお伺いして丁寧に対応させていただきます。ただ丁寧に対応させていただいた上でご本人様がリハビリの取り組みを拒否されている場合やスタッフへの迷惑行為となる言動行動がある場合はリハビリの実施ができなくなる場合もございますので、その点はご了承ください。いずれはセンターに通えるようにできたらと思うのですが、センターに通えるようになるためにリハビリに取り組まれている方も多くいらっしゃいます。訪問リハビリを利用しつつセンターの初回体験のご利用やセンターとの併用されている方もいらっしゃいます。問い合わせ方法はホームページのウェブ入力フォームまたはフリーダイヤル 0120-251-108 からお問い合わせください。